可愛いっすね。ありがとう。嬉しい。ようやるわ。来年はもう渋谷やめよ。あんた目大丈夫？ありえない。呪詛師ならまだしも呪霊と皆散り散りに帳のへりまで逃げてこう訴えています。五条悟を連れてこいと。実は奴を知っているわけがない。言わされているな。帳は壊せんのか。五条悟単独での渋谷平定を決定したっちゅうわけだ。そういうレベルのが最近ゴロゴロ出てきてんだよね。本人は呪詛師とだけ通じてるつもりかもしれないけど、京都側の調査を歌姫に頼みたい。早く五条悟を連れてこい。五条って誰だよ。知らねえよ。でもそいつが来ねえと出られねえって言われたんだよ。誰に。知らねえよ。みんなだよ。こういう時クールじゃない男ってどうよ。じゃなきゃ俺らだって電車で帰るっつーな。考えりゃわかんだろ、低学歴がよ。はぁ、あ、じゃあ学歴でそこ通れるようにしろ。だっあ、ごめん。